もうほとんど氷ですね、氷の状態、いわゆるアイスバーンといいます、はい、それのこう傾斜がある状態、もう今が一番危険な状態ですね、ある意味でいうとね。はい、こう話すのは、大山、はい、プロガイド協会の久保代表。よね、冬よりも今の時期の山が最も注意が必要だと警鐘を鳴らしますおととい、大山で発生した滑落事故。 2人パーティーで登山をしていたうちの1人で岡山県の50代の男性と単独登山をしていた広島県の60代の男性がおよそ700メートル滑落2人とも搬送先の病院で死亡が確認されました事故当時登山道はアイスバーン状態だったといいます大戦では今年2月遭難したと見られる50代の男性が死亡 3月には2件の滑落事故が発生しています天候はいいけれども、例えば風が強いとか、山頂付近を見ると、なんか雪煙が上がっているとかあ、じゃあ今日はもう6合目でやめようとか、そういう判断というのは必ずいりますねこの時期の登山、気をつけるべき点とは。もう下海の方では桜が咲いて、運動物で上がってこられる方が今年もいらっしゃったんです。 アイスバーンですから運動靴で測るとですね滑っちゃうんですね滑るともそのまま一気に行きますからですからやっぱり冬山の靴こういうものが必ず必要ですそしてアイゼンと言われる靴底に装着する滑り止めも重要とのことさらにいわゆるピッケルですねこういうもの非常にこう先が尖ってますこれは一旦滑り出した時に必ずこう 滑落停止と言いますけれども止めるものなんです必ず技術をまず,まず身につける道具はすぐに揃うものところが技術はやはり雪山の中で自分でやらないと教えてもらわないとわからないものですそれが一番大事だと思います最新の注意を払っていても起きてしまう事故その可能性を減らすため時期に合わせた装備と技術が必要です